今さ、うん、来るときさ、うん、あの人見た？え、誰？センター街で誰？いや、誰だっけな、ちょっと待って、顔今出てんだけど、あの人、あの人、誰？え、男？あの人、え、誰？いや、うん、ちょっと待って、名前だ、思い出せない、あの人、あの人、有名、もちろん有名、有名。え、すげえ、その人の話、ちょっと前盛り上がったんだよな。誰だっけ、見終わってた。いや、おさせ、多分ね、映画ですげえ良かったみたいに言った、その人。え、寺、え、寺島さん、寺島さん、え、いや、じゃない、え、お前はめっちゃなんか、めっちゃ渋かったみたいなこと言ってて、クグルナジョーさんじゃない、誰だっけな、あ、ほら、え、あの人、あの人、ほら、え、どの人、え、どの人、盛り上がって、いつ、なんかあの、ほら、トリプルミリオンとか出してる人、誰だっけ、トリプルミリオンだ、ほら、え、ビーズの、じゃない、なんだっけな、ミスチル出てんよな、ドラマとか、え、渋い、トリプルミリオン、渋い、めっちゃ渋い、あの人、ほら、なんだっけ、うわぁ、めっちゃ、シモン・マサト、え、違う、そんなんじゃない、ほら、え、あの人、ほら、あの、ほら、MD を流行らせた男って言われてる人、あの人、え、MD を流行らせた男、すごかった、一時期すげえ出てたの、MD を流行らせた男、え、MD の CM 出た、じゃないのに、なんかこう流行らせたみたいな、誰だっけな、誰言ったから、 MD 流行らせた、え、ほら、え、ソニーとかの人じゃないってことだよね、え、え、で、言う、じゃないタレントってことでしょ、まあまあタレント、まあタレント、まあタレントはタレントなんだけど、まあ、そんな微妙な感じし、え、そ、え、誰だっけな、ほら、あの、ほら、え、そ、え、そんな、そうでしょ、なんか、お、違うな、なんか一昨年かなんか、ほら、え、なんか上着ほら、もう上着着るのやめたみたいなの一時期言ってて、それでなんかすげえ上着着るのやめて、え、上着着るのをやめるみたいな、ほら、え、何で、なんか小沢さんもそれやろうかなみたいな言ってたと思うんだよな、言ってた俺、そんな、え、上着着るのをやめよう、吉田栄作じゃないか、吉田着たもんな、別に普通に、上着着るのやめるとか言ってた、え、誰、ほらえ、誰、なんかあの、誰、あそこからなんかその通ってる人、え、なんかあの山形からほら通ってるとかって、山形から、そう、あー、言ってた、うわ、すげえなみたいに言って、鈴木奈々ちゃんちゃうな、じゃないじゃない、あなただって茨城じゃん、ね、え、そんな遠くから通ってる、そうで、なんかもうほら、もう全然あれとかも食事はもう全部フルーツで済ませてるみたいな人、ほら、なんだっけ、フルーツで、なんだったっけ、あの人、あれな、なんか絶食してる人、フルーツで済ませてる人いたっけな、フルーツで済ませてるみたいな、え、フルーツで済ませてて、で山形から通ってて MD 入らせて上着やめるって言った人、宣言した人、いた、そんな、え、いた、いや、一番ゼロで、いた、めっちゃいた、全然覚えてないよ俺、いたじゃん、え、で、あのほら、ほら、あれで一茂さんのあのさ、うん、家のとこにあのバカ息子って書いた、おお、その人その人、え、犯人いたっけ、その、え、有名人やった、あれ有名人じゃないやろ、あれ犯人出てきてなくない、いや、確かに、でもその人じゃないかみたいになってたんだよ、え、そんな疑惑かけられた人いた、そう一茂、長嶋茂雄の、どうだ、一茂家、そう、のところのバカ息子って事件あったじゃん、うん、あったじゃん、うん、あれで、で、なんかバカって書いた人、バカ息子って、そう、あれ書いた人じゃないかって、そんなんやったら俺絶対覚えてるけど、の一人じゃないかって言われてるの、あれグループやったよ、そう、え、そんなの、一人は江角真紀子さんなの、江角真紀子さんなんだけど、もう一人、え、江角真紀子さんなの、あれ俺それ知らんの、俺全然知らんの、江角真紀子さんがそう書いたんだけど、え、って言われてんだけど、もう一人、え、女の人ってこと、まあ女の人じゃないと思う、いや、違う、いや顔出てるでしょ、だって、うん、だけど、え、男か女か分からんってこと、え、そっち、え、クリス松村さんみたいな男ってこと、違う、でもなんか改めてそのちゃん、どういうこと、男だとは思うんだけど、ちゃんとは聞いてないから、どういうこと、だって聞かないじゃん、おめえか、江角真紀子さんに女ですかって聞かないじゃん、いや、聞かないけど女じゃん、それだから男だとは思ってるけど、もしかしたら、
そういうのじゃないのかな。そんな中性的な人ってこと？武田真治さんみたいなじゃなくよな。じゃないじゃないじゃない。もっとこうゴリッとした感じの人。ゴリッとした感じの人。うん。いくつぐらいの？でも35からもう37ぐらいの。いやもう決まってんね結構もう。ちょっと。35から7って言って誰も、ほらこんにゃくゼリーの CM 出てたじゃん。こんにゃくあの人誰だっけ。こんにゃくゼリーの人ってあの女の人しか知らない。こんにゃく畑での人しか知らないけどの多分2個前ぐらいのやつ。あれずっと一緒やでパターン。いやいやずっと前にあったんだよ。あの女の人のあだ出たっけ。そのたちょろっと出てたような気もするけど。いやそうそうそう、そんなゴリッとした男の人出てた。うん、もう俺全然分からん。誰だ。誰だっけな。あのほらいたじゃん。誰。全然分からん。あのほらあのファッションで、あの片足だけハイソックス履くっていうスタイルで。片足だけハイソックス。そう、片足だけハイソックス、ハイソックスっていうの流行る。いつぐらい。でもいつだ。去年とかじゃん。去年じゃあ絶対覚えてるよな去年。リューチェルとかじゃないのか。リューチェル30、だって山形から通ってて、で MD 入らせたってことは思ってまうよな。そうでほら、いや37俺より下ってこと。俺より下で MD 入らせたってことぐらいで。そうそう、だから俺あの時中学生ぐらいで。いやでも小学生ぐらい。でも絶対そう、もう MD 入らせた人。小学生ってことじゃ。いやだった小学生で入らせたってこと。いやだったのかないや、だったのかなって言われてもな。で、ほら、あの、武田真治さんがさ、ちび、うん、あの、武田真治さんで石田一生さんさ、あれ、うん、あの、ちびって言い入らせたじゃん。うん、そうするとその人が確か普通のサイズのやつを着て、その普通のサイズの T シャツがすっごい流行ったの。普通のサイズ流行らせたってこと？普通のサイズの T シャツが流行る？そう、もうだから、どういうことそれ。だからチビティみたいなの後に、そんな人いた。そう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 、いたんだよ普通ティの。でも35から7でしょ、うん、で武田信さんのすぐ後。そうそうそう、武田信さん。だってあれだ、石田一生。あ、石田一生のチビティの後に普通ティの。だって石田一生さんってもう40過ぎてるでしょ。だってだったと思うんだけどな。誰だっけな。うわー、ちょっと、ああ、妹に聞いたわかんないよな。妹に聞いたわかんない。ああ、妹すっごいファンだったから、あの人。ポスター。何。いや、じゃあもうわかるよ、聞いたら。ポスター貼ったの、ハイチュウのポスター貼ってあったから。ハイチュウのポスター。うん。ハイチュウ、患者に。患者に。いや、違う。患者にの前、誰だったっけ、患者にの前。いた、そんなダンディない。今もうだって関ジャニじゃないよ、もう今ジャニーズベストだから。ああそっか、関ジャニの、うん、多分7個前とかだと思う。関ジャニの7個前のハイチュウの CM 全然覚えてないねんけど。でもファンやったってこと。うん、妹が。妹がファンやった。あ、誰だっけ。うわー、めっちゃ気になる。いや、めっちゃ気になるわ、そんな。うわ、めっちゃ気になるよそれ。いや、妹に聞いてよ。いやぁ妹に。でもこういうのって思い出さなきゃダメだって言うじゃん。いや、まあでももういいやろ、もうここまで考えてへんやったらもう。ああ、いや、ちょっとダメだ、今度ちょっとダメだこれ。いや聞いてよもう。ダメだ。いや、もうだって聞いたら出てこないもん。どういうこと、聞いたら出てこないって。いや聞いたら、まあ、こういうの分かんないまま、うん、聞いちゃうとその脳の細胞が死ぬって言うじゃん。まあ言うけど、いやもうさすがに無理や、もうここまでヒント出て出へんやったら全然分からへんもん俺。いや誰だっけな。でも顔出てんねやろ。顔出てる。いくつぐらい。35から7ぐらいの人ってことだろ。うん。で MD 流行らした。 MD 流行らした、それが一番でかい。その MD 流行らしたの。石田純一さんでいうフリマ文化みたいなのがその人の。そんなでかいみたいな感じだ。そんなでかいのよ。だと思うんだけどな。ちょっからんな俺。ちょっと分かんないよ。だと思うんだけどな。聞いてもいいよ、聞こう妹に。いやすぐ分かんないから。
妹はだと思うんだけど。と思うんだけど、妹だと思うんだけどな。ポスト、え、そこ？いや妹だと思うんだけどな。そこ？いや妹、え、ポスター貼ってたって言ってたよ。だと思うんだけどな。いやだと思うって、え、妹がファンだったかどうか分からないってこと？え、誰がファンだったかどうか分からない。そう、今それが確か、あ、いや、じゃあ待って、あれがファンだったんだよ。誰が？あのほら、ほら、誰あれ？誰がファンだ、その人の。誰がファンやった？誰だったっけな。誰がファンやった？あのほら、何？夜あのそのファンだったやつ、あの夜ご飯食うやつ。いや、夜は全員ご飯がファンだったんだよな。夜ご飯ってこと？夜ご飯ってこと？夜、いや、そいつとにかくほんと よく夜ご飯、深夜食堂やってる人、あの小林さんか、あの小林薫さん、小林薫さん、あ、じゃない夜ご飯食べて、で、あれだったんだよな、寝たら目覚ます人なんだよな、誰だったっけな。いや、みんなそうやけどな。いや、全然分からんわ。分かんないな。息してる人だったと思うんだけど。いや、もうちょっと詳しくなんか全然分からんわ。まだそのファンの人が出てねえ、まだそこ分かれば分かんの。いや、そう、誰だったっけ、息してて、生きてる人ってことだね。生きてる人ってことだね。そう、生きてる、生きてる人ってことだね。そっから先だよね。ちょっと難しい、これ出ないな。じゃあもう出ないね。妹とかじゃないってことだよね。妹じゃなかったかもしんない、ごめん。妹とかやったらもうちょっとな、 そんなふわっとしてて妹かどうか分からへんのこと。じゃないもん。息してるのって誰だろう。他ない特徴なんか。なんかね、それと俺がパッて喋るとこっち見るんだよね。なんか当たり前体操みたいな感じ。なんか当たり前体操みたいな感じだよね、これ。なんか難しい、誰だっすか、全然分からない。そら喋ったらいるし、そのね、見るし、なんか多田さんかな。多田さん。いや、多田さんやったらもうずっと出てくるやろ。多田さんがファンってこと。分かんない、ちょっとこれもいやー、ちょっとめっちゃ気になるわ。あ、誰